晴れは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍に属す、町村で、ザムトゲマインでボーデンベルダーポレを構成する、市町村の一つである。この町は、ベーザーベルクラント地方の中央部、フォーグラーヤマとイート山の間に位置し、レネ川の支流シュピリヒバッハ川が流れる。晴れは、北と、東は、ハーメルンイコールピルモント軍のエンバータール、コッペンブリュクへ。 ザルツヘンメンドルフ、南はデイルミスセン及びキルヒブラーク、西はボーデンベルダー及びハイエンと境を接する。自治体としての晴れは以下の7つの集落からなる。晴れは農村都市工業の村で997年に初めて文献に記録されている。その経済発展は多くの街道が集まる交差点に沿った良好な社会資本によっており、 イート山とフォーグラー山の間の小村落の中心地となっていた。19世紀には郵便局ブラウンシュバイク国営銀行の支店、薬局や商店がある日常生活における中心地の役割を果たしていた。晴れには工業化されなかった。人口は19世紀半ばから減少し、20世紀になって再び増加に転じた。 町の名前はゲルマン語のホールを意味しており、晴れ近郊のシュタインミューレンブリンクにあった塩井に由来する。これは昔は極めて重要な施設であった。発掘の結果、5000年前から定住者があったことが分かっている。晴れの議会は11議席からなる。町長はドーンゼン出身のベルナード・レーゲ・ミュラーである。晴れは連邦堂。 B240 号線及び修道558号線沿いに位置している。クライプケ地区を修道424号線が通っている。ありがとうございます。